2012年からマリナーズで戦い、メジャー通算63勝を挙げたウラクマ。しかし去年右肩の手術を受け、今シーズンメジャーのマウンドに帰ってくることはできませんでした。ただ来年以降も現役続行を希望しているので、日本球界復帰もあるかもしれません。プロ野球で見たい。